大石正美、明治人物評論より、大石正美昭和10年7月12日は、日本の政治家、衆議院議員、農商務大臣などを務めた、土佐国出身、高知藩士、大石義則の次男として生まれる、明治7年に板垣大輔の立志社に参加し、自由民権運動に従事、明治14年自由党幹事、三菱商業学校卒業、 明治15年、板垣の要綱に反対して離党。明治20年には、後藤昌二郎の大道団結運動に参加。明治25年朝鮮駐在弁理講師となる。明治29年新歩党結成に参加。明治31年憲政党結成創立委員。第一次、大隈重信内閣で、農商務大臣として入閣。憲政党分裂後は、憲政本党。 立憲国民党に参加。明治44年には、犬飼武氏、河野博中と並んで不在の党首に代わる、常務委員となる。大正2年、犬飼との確執から桂太郎の新党である、立憲党志会に参加。準備段階から参画し、桂総裁の下で、後藤新平、河野博中、大浦兼武加藤孝明と並んで、総務5人の一人となった。 大正4年政界引退、衆議院議員当選6回、万長報に貫通スキャンダルをかき立てられたことがある。万長報で人気を博した、黒岩類い子の、平風一般、地区私の実例には、農商大石正美が一個の色道が来たることは、あれが、貫通事件の露見以来世人のあまねく知るところとまで、書かれている。ありがとうございます。